ピョーン。ご乗船いただき誠にありがとうございます。まもなく海賊団のクルーたちが登場します。空飛ぶ海賊船に乗って船長も駆けつけました。船長やクルーたちが客席まで会場をフルに使ってとってもハッピーな冒険ステージを繰り広げます。コンサートの最中に海賊が客席内の通路に降りていきます。ゲストの皆様は荷物などを通路に置いたり海賊とぶつからないようご注意ください。また公演中に座席を離れますと他のゲストの方にご迷惑となる場合がございます。むやみに席を離れませんようお願いいたします。最後にもう一つだけご注意いただく点がございます。船長は最初から尋常でないハイテンションで登場いたします。歩行の準備ができておりませんとコンサートに乗り遅れる恐れがございます。そうならないよう今からちょっと練習したいと思います。まずは船長の大好きな拍手の練習です。これから私がせーのと言いますので皆様は一斉に拍手をしてみてください。それでは行きます。せーの。ありがとうございます。なかなか素晴らしい拍手でございます。きっと船長も喜ぶかと思います。もう一度やってみましょう。次はもっと大きな拍手でお願いします。それでは行きます。せーの。ありがとうございます。やはり多くのお客様が昨日のお台場のお客様よりも拍手が上手のようです。拍手が100点満点のようなので次は声です。歌う海賊団のコンサートは声を思い切り出してもらうことでさらに楽しみが倍増いたします。早速やってみましょう。ワクワクしてきました。私がせーのと言いましたら皆様はイエーイと大きな声を出してみましょう。イエーイです。いいですか。いきますよ。せーの。イエーイ。ありがとうございます。この時点で先週の舞浜のお客様を軽く超えております。若干大人の男の人の声が小さいようです。頑張ってもう一度やってみましょう。全員でイエーイです。いきます。せーの。イエーイ。ありがとうございます。素晴らしすぎます。どうやら今日は日本一素晴らしいお客様が勢ぞろいしているようです。それではお待たせいたしました。歌う海賊団のクルー
そして船長の上陸です。最後までごゆっくりとお楽しみください。そんな偉大な魔王に立ち向かい、人々の発言機を守り、ニコニコ菌を拡散するため日々戦い続けている海賊をご存知だろうか。天使から授かった不思議なパワーでみんなの発言機を回そうと、今日もこのマジックポートに上陸する。天使の国より使わされし海賊たち、彼らの名は歌う海賊だ。見えてきた俺たちのパー
だけど素直にされない日だってあるもん。
してるから私もついつい食べ息それでも笑顔で頑張っているんだもんいるんだもん毎度の自慢話少しは俺の業績褒めてもいいと思いますよ言えないけど言ってくれよ毎日のお弁当感謝を噛みしめて最近は元気も出てこないです。 Ooh, yeah.
思い出すたびため息ばかり。今頃あの子は何をしているのかな。魔法の虹ならあの子の街まで飛んでいけるのに。魔法の虹ならあの子に会えるかな。あの子のことです、yeah、 パパはちっともデリカシーがなく、yeah、 そのうちきっと違う女の子が好きになるかもなんてこと言っているけれど、魔法の虹ならあの子の街まで飛んでいけるのに。魔法の虹ならあの子に会えるから、青空に青空にお願いを届け、この想い好き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 。僕が小さい時にママが読んでくれた絵本の中に出てきた魔法の虹のお話、信じているんだ。この夢叶えて。魔法の虹ならあの子の街まで飛んでいけるのに。魔法の虹ならここに会えるかな。ここに会える。